皆さんこんにちは、町のレッスンスタジオ川船です。僕は喫音症なんですが、今ご覧いただいているような喋り方にまでなることができましたので、自分の行っている喫音の改善方法などをご紹介させていただいております。そして早速なんですけど、今日のテーマ自体はこのようなテーマでやっていきたいと思います。腹式呼吸についてのお話をさせていただきます。でですね、以前の動画になるんですけども、喫音の改善に腹式呼吸が必要かというようなお話をさせていただきました。やはりいろいろ調べるとね、腹式呼吸が必要というのもインターネットに出てきたりするんですけど、じゃあ実際に必要かどうかと、必要な人はどんな人なのかというお話をさせていただきました。で、今日ご紹介させていただくのは、その動画についての必要な方向けになりますので、もしご興味ある方はそちらの動画もご覧ください。そして、それと少し関係しているんですけども、もう一つ動画があります。僕の喫音改善でため息のように声を出す練習の動画があります。で、今日はちょっとそちら少しご覧いただいてからぜひご覧いただきたいんですけども、もちろんその動画をご覧になって全然治らないぞという方も、ご覧になってください。では早速なんですけど、そのことについてちょっとやっていきたいと思います。まずそのため息をつくということに関してなんですけども、ため息をついてくださいという時にこんなため息をつかれる方がいらっしゃいました。ちょっとご覧になってください。はあはあ、はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。ため息に聞こえましたでしょうかね。実際に本当にいらっしゃいます。でですね、でため息なんですけども、まず今やったため息と、もう一個聞いてください。このため息、はあ、はい、どちらがため息に聞こえるかと言われたら、多分皆さん 今僕がやったものに聞こえるんじゃないかなと思います。で、次はちょっと聞き比べていただきたい、そして見比べていただきたいんですけども、1回目と2回目ありますね。で、1回目が、こんな方がいらっしゃいましたというため息になるんですが、ご覧いただきたいのはここです。ここと、あとは声の質もちょっと聞いていってください。では1つ目やってみます。はあはあ、2つ目いきます。はあはあ、はい、ありがとうございます。ご覧いただくと分かりやすいかなと思うんですけども、1つ目は全くここが動いておらず、すごくため息が軽い、ため息が軽いっていうのもちょっとおかしいですけど、軽い感じがすると思います。で、2つ目はここが動いて脱力して、結構なんでしょう、息も多く深いため息というんですかね、に聞こえると思います。分かりづらかった方はそれを踏まえてもう一回聞いていただければと思うんですけども、ここがポイントになります。ため息をついてくださいと言われた時に、はぁ、あ、はぁ、あ、というため息ですと、やはり単純にはぁと言っているだけになってしまいます。ですので、そうなると、僕の本来やりたかったはぁという脱力と、そして息が出ているという、そして、息がしっかり吸えて息が出ているというこの感覚がないと思います。ただ単純にはぁと言っているだけですと、やはりどうしてもため息ではないので、なかなか声を出しづらさが改善されるということは難しいかなと思います。なので今お話を聞いていて、鋭い方分かると思うんですけど、なので呼吸を深く吸うことが大切になります。それが、まあ、言ってみれば腹式呼吸だよというだけなんですね。うん。で、ここまでお話をさせていただいたので、実際にじゃあ腹式呼吸、深く息を吸うってどういう感覚か、それをやっていきたいと思います。
では、深く息を吸うというのはどういうことかというとですね、まず皆さん、手を置いていただきたいんですけど、みぞおちよりちょっと下、まあ、おへそ、ごめんなさい、映ってないですね、おへそぐらいですかね、おへそのちょっと上でもいいと思います。おへそ周辺をもうどんなんでもいいです。ちょっとまあ深く、深くでも、ね、広く触っていただきましょうか。こんな感じでね、お腹全体を触っていただきます。で、皆さん適当にあいうえおとかかきくけこ、何でもいいです。適当に声出してもらっていいですか。あいうえおさしせそかきくけこあかさたな。今どうですかね、お腹動いてます、どうでしょうか。まあ、お腹動いてる人あんまり少ないんじゃないかなと思います。お腹動いてる人、力が入ったりクッと力が入ったり、なんか動いてるなって方はなかなかいいと思います。でですね、腹式呼吸を体感していただくのが、皆さんまずは単純に自分の思う腹式呼吸をしてみてください。お願いします。どうぞ。さあどうでしょうか、ね、吸って吐いて吸って吐いてしていただくんですけども、お腹動いてます、でも動いてないぞって人結構多いと思うんですけど、その方は腹式呼吸できてないかもしれません。動いてるぞって方、もしかしたらできてるかもしれませんので、そのままの感覚でやってみましょう。で、実際に体感するのはどのように体感したらいいかというとですね、まず手はそのままです。とにかく息を吐いてください。はい、お願いします。今の状態です。もうどんな状態でもいいです。もう無理やりお腹へっこませていいです。もう苦しい苦しいっていうぐらい息吐いてください。あー、だったらもう息が吐けない、止まると思います。そしたら脱力してください。はい、どうでしょう、今脱力した瞬間にずっと空気が入ってきてお腹ポコンと膨れませんでしたか。もう一回やってみましょうか。まずは息吐いてください。もうふーでもはーでもすーでも何でもいいので、はーっと息を吐いてください。でその時にもう息を吐きたいのでお腹をぐーっとぐーっとへこませてください。でも吐けませんと、じゃあもうちょっと吐きましょう。吐けませんからもう一吐き、そうしたら脱力です。はい、どうでしょう、口開いても閉じてもいいですよ。勝手にお腹膨らみませんでした。それが腹式呼吸です。はい、皆さん無意識だとは思います。吸ってるつもりもないと思います。脱力したら勝手にお腹がポーンと戻ってグーッと息が吸えてたと思います。それが腹式呼吸です。で、勘違いされる方もいるんですけど、お腹に空気が入っているわけではありません。このようなちょっと説明は省きますけども、実はお腹に空気が入っているわけではないです。単純にお腹が膨らめばとりあえずは OK です。そう思ってください。はい、ので、まずはその感覚を養ってください。で、ご質問多いのがその状態で、じゃあ息をまず全部吐いてから吸うのが腹式呼吸なんですか。それは違います。単純に今体感してほしかったので息を吐いていただいただけなので、まずはお腹が膨らむ感じ、お腹が動く感じを覚えてください。そのための練習です。で、お腹が動くなって分かってきたら、もう息全部吐かなくてもいいので、皆さんの深呼吸ですね、息を吸って吐いて、はい、吸って吐いてを繰り返す。この時に同じようになんかお腹が動くなっていうのができてきたらかなり OK だと思います。それが腹式呼吸になります。うん。で、それを普段から繰り返して、腹式呼吸ってこうだったなっていうので吸ってみて、で吐く時に声をあーみたいな感じで出していっていただくと、先ほどのため息の吸った時に腹式になって吐いた時もはーといっぱい吐けるというような感覚がだんだん分かってくると思います。最初は難しいです。変な話、腹式呼吸ができてなかったっていうことは、右手でずっと持っていた箸をいきなり左手で持ち替えるような感じなので、ちょっと感覚をまず養うっていうところからスタートしますので、ちょっとやってみてください。実際に空気を吐くときにお腹がへこむのが腹式呼吸ですか。これちょっと難しい話なんですけども、
お腹がへこんでいても腹式呼吸ですし、慣れてくるとお腹がへこまない、ぐっと力が入った状態でキープされるのも腹式呼吸になるので、ちょっとその辺は後回しにしたいと思いますので、吸う時にお腹が膨らむ、まずはこれだけやってみてください。よろしくお願いします。で、それでも今やったのでも全然わかんないぞっていう時は、寝っ転がってお腹に手を置いてただ息をしたり喋ってみてください。多分勝手にお腹膨らむと思います。その感覚をぜひ養ってみてください。正直ちょっと今日のお話は難しいと思います。ただやっぱり先ほどのため息じゃないですけども、はぁ、はぁだけですと、やっぱりこれで単純に声を出すということになってしまうので、それではなかなかやっぱり空気の通りがうまくなりませんので、はぁ、はぁという息を吸ってちゃんと吐けていて、ここがふっと解除されるような練習にぜひつなげたいなと思っております。本当に一つ一ついろんな方向からの積み重ねですね。一個やっただけではなかなかできないと思います。こっちやってこっちやってこっちやってね、これができてる人はこっちだけでも OK だと思うので、ちょっとねいろんな角度からいろんな原因探っていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。そしてそのようなためにいろいろな動画をアップしておりますので、ぜひご自身に合う方法をいろんなものを積み重ねてやってみてください。今日はちょっと長くなってしまいました。最後までご覧いただいてありがとうございました。また新しい動画を作っていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。それでは失礼します。ありがとうございました。